しい。もともとはね、今度赤身、今のこの時期でしたら白身ですね。スズキの洗いですとか、ヒラメですとか、そういうものが白身です。いや、これうまくなる。もともとお客様にっていうのが江戸時代ありまして、それは使い終わった和紙をまた再利用して和紙にするっていう産業があったんですね。それ聞いて取らずに。召し上がっていただくと、はい、
私が、あの、和紙が作れるんじゃないかっていうところで作ったんですよね。で、ちょっとね、100% で和紙が紙にしてみたんですけど、結構ドリンクくなったんですよね。なので、ちょっと和紙の原料を混ぜて、あの、はい、それが水筆の繊維と和紙の原料をミックスして作ったんです。あらすじっていうかチロッと書いたんですけれども、ご飯のおかずにもなるようにということだそうです。それでその煮付けの煮汁を舐めても一杯飲めると、そういう、
応ちょっとテーマにしたものです。目黒さんはすごく有名な話なので、あの落語にあまり興味のない方もご存知の方多いと思うんですけれども、ここにちょっと